こんにちは。今回は疑問詞の8回目です。じゃあ始めましょう。こちらを見てください。疑問詞22です。何台みんなの日本語の11課です。文系です。パソコンが何台ありますかパソコンが2台あります。パソコンが何台ありますかパソコンが2台あります。 話します。パソコンが何台ありますか ?2 台あります。パソコンが何台ありますか2台あありりまますすか次です。疑問詞22です。何枚 ?11 貨です。文型です。シャツが何枚ありますかシャツが3枚あります。シャツが何枚ありますか シャツが3枚あります。話します。シャツが何枚ありますか ?3 枚あります。シャツが何枚ありますか3枚あありりまますすか次です。疑問詞22です。何人 ?11 課です。文系です。ここに学生が何人いますかここに学生が 2人いますここに学生が何人いますかここに学生が2人います話しますここに学生が何人いますか2人いますここに学生が何人いますか2人います次です疑問詞23です何回11課です文型ですあなたは 1>, 1週間に何回学校へ来ますか私は1週間に5回学校へ来ます。あなたは1週間に何回学校へ来ますか私は1週間に5回学校へ来ます。話します。1週間に何回学校へ来ますか ?5 回学校へ来ます。1週間に 何回学校へ行きますか ?5 回学校へ行来ます。1週間に何回学校へ行きますか5回,ます ?5 回来ます。次です。疑問詞24です。何日 ?11 日です。文系です。あなたは何日学校を休みましたか 私は三日学校を休みました。あなたは何日学校を休みましたか私は三日学校を休みました。話します。何日学校を休みましたか三日学校を休みました。何日学校を休みましたか三日日学学校校をを休休みみまましした。た何か？三日休みました。 何日学校を休みましたか ?3 日休みました。じゃあ今日はこれで終わります。ぜひ覚えてください。ありがとうございました。